吉野さん、人生ってのは白いカンバスみたいなもんでこれがあなたの課題ですよっていうのはないんですよねだから真っ白のまま終わろうと思えば真っ白になるし真っ黒にしようと思ったら真っ黒になるしでもやっぱ何て言うんですかね自分なりの色を足跡を残したいじゃないですかまあ言ってみればどんな人生に仕立て上げるのかっていうのが私たちの課題ですかねまあやるだけやったと思いたいですもんね